三田駅駅前にやってきました。人が多いのでちょっと声を小さめにしてお送りをしたいと思いますけれども、まずですね、三田駅前はですね、ロッカー、証明写真、自動販売機と、それなりに設備は充実しています。ちょっとですね、やはり主要駅前、主要駅の駅前だけあって人が多いので、カメラを下にしてお送りをしていきたいと思います。それではですね、この駅前通りをですね、歩いて、踏切の方に向かっていきたいと思います。ちょっとですね、プレミアムアウトレットに向かうと思われる人の数が多いので、ちょっとショートカットします。はい、ですね、あまりにも人が多すぎるので、撮影を一時停止して、踏切まで走ってきました。今ですね、電車が出るようなんで、ちょっと踏切から撮影を試みてみようと思います。何が出るんでしょうか。どっちが出るのかな。多分ウッディタウン行きが出ると思いますね。ちょっとここからですね、ウッディタウン行きの発車を撮影して、再びですね、駅前の様子をお伝えをしたいと思います。先ほど撮影したですね、1501編成と思われるものが発車ですね。はい、今ウッディタウン行き電車出ていきましたけれども、今ですね、駅前こちらですね、キリンビールのバスですね、すごいのが止まってますね。日野のですね、HVちょっと車種忘れてしまいましたけども、すごい車両が止まっていますね。そしてこれが駅前通り、踏切前の交差点ですね。それでは踏切を渡って反対岸に進んでいきたいと思います。今踏切をですね、渡りまして、駅前通りと反対側に今たどり着きました。はい、こちら駅前から一歩外れた通りになりますね。そしてこちらが神戸電鉄三田駅。そしてですね、今気づいたんですけども、 JR 三田の奥にコナミがありますね。ここから見るとやはりですね、駅前のこの発展具合がよくわかりますね。そして新、こちらが新海地側になります。そしてこのホテルですよね。ホテルがあって、介護用品のお店があって、そして駅前の施設があって、駅があるという形になります。ちょっとですね、このハッピートレインの発車動画を撮影したいと思います。多分間もなく出るはずですね。よく見るとですね、あの先にパチンコ屋もあるんですね。駅前ですね、結構発展してますね。のでそれでは踏切を再び渡って、駅前通りの方に戻っていきたいと思います。しかしすごいですね、このバス。三田駅、三田踏切道ですね。
それでは駅前の方に戻っていきます。駅前の方に戻ってきました。ですね、それではこの歩道橋に上がって、全景を撮影してみたいと思います。ちょっと階段を上がります。はい、階段を上ってですね、上にやってきました。神戸電鉄三田駅を一望することができます。ここからだとですね、駅裏もよく見えますね。駅裏もよく見えます。こちらがですね、JR の三田駅側になります。観光案内所ですとか、モール、そして三田駅 NK ビルといったですね、商業、医療施設も非常に充実をしています。そしてこちらがですね、駅前バスターミナルになりますね。今下にいるのはですね、これ多分 MP35 の JP ですね。後ろにいるのはエルガだと思いますね。阪急電車が来ないのに阪急百貨店があるという、ね、謎ですけれども、ここにはですね、シャレオツなパン屋さんがありまして、私さっきそこでお昼ご飯したんですけど、パンとアイスコーヒーを注文しました。コーヒーもですね、パンも非常に美味しかったということをですね、お伝えします。それではですね、 JR の三田駅を抜けて反対側の改札に行ってみたいと思います。こちら JR 三田駅ですね。ここから神戸電鉄に行くことができます。そしてこちら三田駅裏側、今225系丹波寺快速入ってきましたね。6両編成。JR の駅だけあって設備は非常に充実しています。こちらが駅ですね。真ん中に昔は多分線路があったんだと思うんですが、1番線と飛んで3番線になっています。駅の構造は2面2線対岸式です。この駅は8両が限界だったかな、確か。ここはコウノトリも止まりますね。昔は北近畿だったんですけどね、北近畿なくなっちゃいましたからね。それでは歩いていきましょう。定期券の申し込み台があって、キオスクセブンイレブンもありますね。こちらが発車時刻表です。だいたい1時間に1本の間隔でコウノトリがやってきます。そしてこちら駅の裏側ですね。それでは駅の裏側に降りていきましょう。北出口の方に降りてきましたけれども、こちらにも大きめのバスターミナルがありまして、ポストがあって、コナミスポーツ、そしてローソン、トヨタレンタリースと、その奥は多分学校ですね。こっちはですね、低層階のアパートが非常に多く建っていますけれども、向こうには新しめのマンションも建っていますね。それではですね、あの向こうまで歩いて駅の全景を撮影しましょう。はい、歩いていく途中にですね、これは何でしょう。あ、この鳥が入ってきましたね。あれは289系ですね。これがね、おそらく旧ホームかな。昔は多分ここにも線路があって、4番線か何かあったんでしょうね。レンガが残ってるんで、国鉄時代はここにも多分ホームがあったんだと思います。今は真ん中も端っこもなくなって、飛びで1、3となっています。ここにですね、公衆トイレがあるんですけども、非常に綺麗な公衆トイレですね。そして駅前を歩いて、北側の駅全景を撮影します。三田駅北側にやってきました。北側はですね、西側と、変わりましてですね、非常に住宅街の入り口といった感じですね。まあ何でしょう、北摂の玄関口
まあそこまで大きくはないんですけれども、駅自体はですねそんなに大きくなく、そしてあまり新しくはないんですが、駅の 両裏ですね、建物非常に綺麗です。コナミスポーツがあったり、先ほどのモールがあったり、綺麗でですね、そして非常に充実していますね。充実していますけれども、北出口側は主に住宅街中心です。そして商業は南、西といった感じですね。それではですね、今と逆側に歩いて、そこで現地調査を終了しましょうか。ここはですね、バスターミナルですけれども、発車時刻表を見てみましょうか。11番乗り場、そんなに充実しているとは言えませんね。だいたい飛び1時間で1本、2時間に1本といった感じですね。今三田駅の方では下りコウノトリの放送が、上りコウノトリの放送が流れていますね。これが駅の反対側ですけど、やっぱりですね、多分ここにも昔線路あったんですね。多分ありました。これね、明らかにここだけ草が生えてですね、人間の手がつけられていません。そして駅の反対側が非常に広くなっています。この柵越しにちょっと撮影してみたいと思います。あれ、あそこホーム途中で切れてるんで、多分昔はあそこにも線路があったんでしょう。駅利用者通路と書いてあります。お、コウノトリが来るみたいなんで、このコウノトリと同時に今日は、現地調査を終了したいと思います。4両編成なんですね。これ本当にね、多分昔はここ線路2本ぐらい引いてあったと思いますね。ここだけ完全に人の手が加えられてませんからね。でこちら越しにも、神戸電鉄がよく見えます。287系でしょうかね。ああ289系でしたね、元サンダーバード。それではですね、今日はこのコウノトリの発車とともにお別れをしたいと思います。今ですね、コウノトリが発車をしていきます。というわけで本日はですね、JR と神戸電鉄の三田駅をお送りいたしました。この後はですね、適当に何かして時間を潰したいと思います。それでは今日はこの辺で。